シャンプ。あかつです。ヒポさんいらっしゃい。ちげたありがとう。あかつにこめさんいらっしゃい。赤犬たすけさんいらっしゃい。あかつはフェアさんいらっしゃい。あかつシダゴンさんいらっしゃい。若くな、おなき。若くおなき。あちゃんいらっしゃい。あかつですよ。ろくちゃんいらっしゃい。あかつゼロさんいらっしゃい。あかつきゅうこめさんいらっしゃい。あかつはらんきまぐれさんいらっしゃい。あとは戻して、あとはウィンドさんいらっしゃい。あと12個目さんいらっしゃい。殴るしかないのか。あと12個目さんいらっしゃい。コードで、あ、全体掛けできる。コードアコツ15個目さんいらっしゃい。アクザーランサイクロンさんいらっしゃい。アコギコギコ17個目さんいらっしゃい。エッチが犠牲に。メイドインアビスですげえ好きなキャラがいて、早く出てきてほしくてたまらない。へえ、まだ出てくるんだキャラ。ポンタさんいらっしゃい。アクスです。ハリーさんいらっしゃい。え、リフレコ覚えたよ。じゃあ乙女のキスでエスナでいいか。セーブできるんだって。なるほど、一応セーブしました。ここしかな。取れるんだ。エルフィンポンが入っていた。セーブだ。うん、4も上がった。セーブがあるってことはなんかあるのかな。テントしとこう。ボスの匂いがするな。宝が出てきた。冬打ちは無理。冬打ちは無理。まだファイラがいいな。アクサハン、チヒロさんいなさい。普通にもう出てくるんだね。待ってたよ。おかえり。1000円コテージ、あ、いいね。 H よりローザの方が体力あるのに効率じゃん。うん、そうなんだよ。もしかしてこの緑でダメージ受けてる？あー、2箇所あるね。なんか出てきた。息くすそう。一息た。臭い息。あ、え、うん？え、あれカエル？カエルだよね。混乱沈黙凍土がかかってますか。
もしかして。わあ。前列すぐやられたね。うん。状態以上全部乗せ。ある黒魔法が有効。なんだろうなぁ。ファイヤーかな、普通に言ったら。ママこんにちは、いらっしゃい。ブリザラしてみるか。凍らしてみよう。消化液74 59。あ、消費に戻ってる。聞くかな。あー、聞かない。弱い。バーサク、臭い気あんまりしてこないね。じゃあ、リスナーにして。あ、潰れた。エイジ潰れた。あ、セジルも潰れた。雷してみよう。ラム。ちゃんと。トラウマですわ、これは。あ、臭い気来た。わーわーわー、やばいな。これで、いければ。しまった。アイテム変に、おう、カエルのまま。そんなカエル生き返らせても、なんてさ、カエルだらけだな。ローザか。ちっちゃいまま死んでる。先に生き返らせて、わあ、すごい。アイコン見て、タモリさんいる。えげつな。あ、そっか、魔法は使いません。やまびこ草で消してからのエスナで全部。ああ、大変だね。ケアルラ、違う。先に生き返らせて CM 来ます。で、エスナか。で、ペニオデリティア元に戻すだけでローザが枯れる。うん、枯れちゃう。ちょっと一気に。あ、でもそんなにだね、ケアルダ。あとハイポでいいか。初見です。はい、いらっしゃい、こんにちは。今ちょっとモルボルさんの洗礼を受けたところです。息臭かったな。楽しい洞窟でしょ。うん。このゲームってホストが大勢集まって女っ気なしで冒険の旅に出るゲームって聞いたんですか。ちょっと前まではね、そうだったんだけど、
今はちょっと違うかな。チカさんかい。これか、ダメージ受けるのって。ブレスキャンディーすぎる。いやー、近い近い。ボルボルってあだ名の高学年に一人はいた。あ、ルビーの指輪か、売ってしまったな。じゃあだいぶ優秀だったんだね、あの指輪ってね。あ、FF14 のこと ?15 のこと。ごめん、ジジパーティーのこと言ってなかった。ごめんごめん、ジジパーティーはあったんだけどな、ちょっと前に。ルビーの指輪だけではない、エリクソンが入っていた。あ、来る、サクヤさんいらっしゃい。あ、着いた。変なとこ着いたよ。エッチ死にそうや、なんでや。あ、もう一気にやってしまおう。あ、間違えたりでやめちゃった。ないか、シャンプー回復してないからじゃ。エルクさんいらっしゃい。見てなかった場合どこ、人数違うし。あ、またちょっと親指くるってなる。カノさんいらっしゃい。住職あるんだな。保護であった。リリアに優しい。ダダーン。ポーション。強い割にしょぼいものを落としますね。ポーションって。ハイプはまだあるな。お、セシル1700だって、ヒットポイント。2000も近いね。あ、トードに耐性がない。へぇ、それいいね。次出会ったらちょっとやってみよう。体力バカ。ボス、いや、わからん。あ、こいつ?こいつは雑魚だよ。強いお雑魚。タモさんいらっしゃい。家に住んでますってなんだ。わかんないよ、でも。敵が住んでるかもしれない。あ、かわいい。キャ、人間だわ。え?なんか見たことあるハギがいる。何しに来たの?出てって。ん?人違いかな?ヤンは渡さないわ。この穴の入り口で倒れてたの。でもそれっきり目を覚まさないの。ずっと看病してるのに、私たちの愛じゃダメなのかしら。ヤンがいる。クリリンのことかも。ちゃんと爪がある。これって私が装備してた爪かな?新しく手に入れた爪かな?ん?売ろう。お金にするか。あ、爪ってエッチもいけるんだ。だって両利きだもんね。あー、まあでも忍者じゃなくなるからな。
猫の爪っていいんだって。視点はハゲが持てる投げるか捨てる。ヤン、どうすればいいかな。一回上がってみるか。上がってみて、なんかヒントが。あ、出ちゃった。セーブして、属性弱点で基本2倍ダメ。ただいま。まあ一回回復するか。テントで寝て。ヤン生きてた。え、じゃあテラも生きてるんじゃない、この流れでいくと。奥さんに会ってもさ、まだ動けないし、テントなくなっちゃったな。取ってない宝箱取るか。あと行けてないところ。テラを見とらなかったっけ。じゃあじゃじゃじゃーんって出てこないかな、またわしも生きてたらいいな。生きてたよ、シダ。先行くわけもないから冷たいな。あ、そうだ、さっきのドリームエビルのとこだ。あ、ダメージ床ってあんなに食らん。やめてくさい、生き逃げる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 。この壁注意してよく見て。わかった。今いるとこかな。抜けれるところがある。魔法は使えません。よかった、セシルがいて。うん、そうだね、トードだけは使える。忍者っていうのがいいねパラディーン。デビテッド。うん、そうだね、安上がりだね。壁をよく見る。使うか、ドリームエビル。アコス、青ひげ弱いよな。いらっしゃい。ひげじゃないんだけどね。柔らかいから絹ごしって呼んでます。怪獣図鑑。聞くかな？あ、聞いてる聞いてる。羽毛とやば。弱点特にない。そっか。強い弱点を教えてくれないんだね。ん？強い弱点。ミスタサンちゃん、こんにちは。ゴーちゃん、いらっしゃい。こんにちは。シートンはどうだ？バーチ、バーサク、バーサクって要はバイキルトみたいなもんだよね。バンチン、
脳筋になりますよ。それね、攻撃力が上がる。ってことは敵は万策かけまくったらそりゃ強いよね。ケアルラの全体もなんかもう意味をなしてないね。大神仏通過。ってことはスリプルをしなくなるってことか、あいつの場合は。スワちゃんの晩酌かけよう。ケアルダはどうだ。あれエンジン、いつの間に違う、せんくらった。晩酌かけてたからかな。カインは飛ばないとね、いけないもんね。でもケアルタだな、強いな。あ、死んだ。そうです、シルフの洞窟です。セシルは基本切るだけだからね。死におったか。ちょっと周り見たいから、サクッと、ここにしようか。壁をよく見る。全体の話、うんうん。どっから来たんだっけ？上から来たんだっけ？あ、いっぱい。勢ぞろいじゃないか。東堂かける。東堂。最初は誰だ？エッチかな？エッチー！間に合わんな。カインか。セシル。モルボル、白のケアルダ。あ、潰れてる。もうお帰りになった。エッジが潰れてる。よし、持ち直したぞ。で、意外に強いのがマモンで、トードってさ、でも味方に全体がけできるのか、それ敵にもできるよ。ケアルダ、ジャンプ、あ、効かないよ。聞いてたよね。ケアルダ。あ、間違えた。ジャンプ。エンジンゾーミングできればさ。あ、そっか、モルボル戻っちゃうのか。危な。よかった、戻れなくて。モルボルグレートとか上位互換もいる。モルボルの剣。シーバ。
ちゃん。ケコケコお泣きのカエルはあの魔女がボルボルをモルボルをカエルにしてしまえばいい。それだと怖いですね。そうだとしたら。どんだけ臭い息なんだよって思っちゃうね。全掛けって。おや、結構効くな。700って。今何の指だったかな、ローさん。このドリームエビルってやつが嫌いなの。全部。全部きつい。にゃんぷこさんいらっしゃい。見るたびにエッジが倒れてるんですけど。柔らか忍者だから仕方がない。レベルも上がらんっていうね。今日はこの辺にしようかな。ホモオダ仲間になった。ホモオダ猫の口も臭いですよね。デカビタさんいらっしゃい。さあ、歯石がついてるニャンコかな。マモも火が弱点。そうなのかな。ただエビルが火に強いのでギリシー姿に。あ、枯れました。出るか。出よう。あー、木だから。てかシルフだけの街ってないのかな。キャラクターが不毛っぽい。そうかな。あ、すぐ隣だ。見つけたのはここと、ポツンってあるここと、あとちょっと一旦やめた封印の洞窟か、3つか。あとドワーフの村と謎な鍛冶屋さん、アダマンタイトで、あ、なんだここ降りれない。何もないの。地点は狭いですね。聞く手で合わせなさいよ。え、合わせたよ。もうちょいね。ちょっと今のところ結構ずれてる。ボタンが違う。え、え、ボタンが違う。あ、今までなんだよ。なんだよ。はい、ということでお疲れ様でした。はあ、よく遊んだ。そんな話じゃない。なんなんだよ。じゃあありがとうございました。夜はまたできたら。あ、シドが爆発してた。そっか。まあ、やつは生きてたからな。今日夜、できたらまた FF4 やろうかな。じゃあ、一旦おつです。バイバーイ。